改めましておはようございます。私、本日のモデレーターを仰せつかりました、JST の小笠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日のこのセッションは、国立研究開発法人科学技術振興機構コーラス、それからコーラスサービスの、日本国内総代理店でいらっしゃいます紀伊国屋書店様の主催共催でお送りをいたします。それでですね、本日の開催趣旨は、登録の際に皆さんご覧いただいたご案内に記載の通りなんですけれども、そもそも2017年の図書館総合展で、土屋俊先生に、モデレーターをしていただきまして、セッションを持ったというのが始まりでございました。で、その後はサービス利用期間も増えまして、現状ではですね、ファンド機関としては JST がコーラスのパートナーとして参加しておりまして、日本ではですね、それから国内では、千葉大学さんに始まる7つの機関が、サービスを利用しているという状態でございます。こういうものを踏まえまして、本日のセッションでは、その日本のですね、オープンサイエンス、オープンアクセス、ないしは学術コミュニケーションといったですね、エコシステムの中で、コーラスが果たす役割、それから利用機関などステークホルダーと形成するエコシステムの広がりなどなどについて、利用事例も踏まえたご講演をいただきながら皆さんと考えていきたいと思います。で、本日のご講演ですけれども、記載の通りでございまして、まずコーラスのマシュー・ソルターさんからコーラスのサービスについてご紹介いただきます。続いて、ファンド機関として JST の中島さんから取り組みの概要についてご説明をいただきます。続きまして、お三方、3機関からユースケース等を中心にご講演いただきます。千葉大学の竹内先生からは、機関リポジトリの立場でのお話をいただきます。続いて、国立環境研究所の大橋先生からは、主に国立研究開発法人としての、利用、コンプライアンス上のですね、その必要性からの利用という側面も合わせて、お心をいただきます。で、最後に、物質材料研究機構の谷藤先生からは、機関における利用について、お話をいただくということで、この5本の講演で、今日は進めていきたいと思います。で、始まる前に少しだけ私からですね、全体の概要を少し説明したいと思いますが、そもそもそのコーラスがどういう仕組みで動いているかということですけれども、ご覧いただきます通り、出版社がですね、掲載したジャーナルのメタデータがですね、クロスレフ等のレジストレーションエージェンシーを通じてコーラスに収集されます。で、コーラスはこの情報をですね、整備いたしまして、今日話題になります2つのサービスを提供しています。1つはファンド機関向けのファンダダッシュボードというものでありまして、これは JST のようなファンド機関が利用します。日本国内では JST が唯一の利用機関と聞いてますけれども、米国では非常に多くの機関が利用しておられます。で、もう1つは大学研究機関向けのインスティテューションダッシュボードでありまして、日本でも先ほどご紹介しました7機関が利用しているという状況になります。で、このあたりの利用状況については、この後の、マシュー・ソルターさんのご講演でご説明があると思います。で、こうしたですね、利用機関がたくさん増えつつあるわけでありまして、今日はその中で、ここに示すような、5人の講演者の方々に、ご説明をいただくということでございます。それでは、これから2時間になりますけれども、よろしくお願いをいたします。それでは最初のご講演に移りますので、マシューさんよろしくお願いします。